今回は NSX 新型2019年モデルですね、一般道での試乗になりますけども、これからインプレッションしてみたいと思います。ここから少しワインディングの区間になります。推奨されるのはスポーツモードあるいはスポーツプラスです。 S クラスにしておくと、トランスミッションが自動的にグリッピングでシフトダウンしたりとか、でもそんなにビジーにはなってないですね。スポーツモードでちょっと足してみましょう。タイヤはコンチネンタルの新しいスポーツコンタクト6になったということで、それをさらに専用にチューニングして、乗り心地と走腕とグリップの高さ、限界の高さ、その辺をね、バランスよく取ってるという話でした。今回磁性流体輸入式の電子制御のダンパーが入ってるということで、乗り心地とハンドリングをうまくバランスさせている。車のロール姿勢がすごく少ないですよね。やっぱり全体的にフラット感がずっと保たれてて、これが果たしてどのぐらいのスピード域まで、うまく保たれているのかちょっと分かりませんけど、一般道を走る限りにおいてはもう全然ロール感じない。でロールしないってことはやっぱりサスペンションストロークが常に余裕を持ってるっていうことになるので、バンプうねりとか段差なんかも吸収しやすいですし、基本的なホイールアライメントが生かされてくるので、ハンドリングがいい状況に保たれますよね。でも一般道を走る限りにおいてはもうスムーズ極まりない感じですね。はい、ということで、ホンダ NSX 2019年モデル、試乗してきました。ちょっと今回はね、一般道だけのインプレッションということで、あまりその限界域とか試せなかったんですけども、市街地からスタートして、EV モードとか非常にアクセルの、使い勝手、ドライバビリティが良くて、普通に乗りやすい車、それからバインディングのところでは非常にロールが抑え込まれていて、タイヤのグリップ感もすごくあるので、おそらくサーキットアタックとかしたらすごい速い車なんだろうなというのも感じられたので、もし機会があればね、サーキット走行も試してみたいと思います。